皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第49日です。では問題を見ていきます。1、次の計算をしましょう。1、17-72÷-9。 引き算と割り算では割り算を先に計算します。ですから 17-72÷-9、 -8 ですから -8 と、 17-8 となって、この引き算の部分を足し算に直すと17+8なので、答えは25になります。2、2x-11-6x+15 ですね、文字がついているものを前に持ってくるように順番を変えます。 2x-6x-11+15、 こうなります。 2x-6x はマイナスの 4x ですね。-11+15 はプラスの 4、 なのでマイナス 4x+4 というのが2の答えです。2、 x=-5、 y=2 の時、 x2+2xy の値を求めましょうと。これ式の値ですね。式の値を求めるときには、この x の部分に -5 を代入、 y の部分に2を代入して計算していきました。 x2+2xy、 これは x は -5 ですから -5 括弧の外側に2+2×x-5 かける y は2ということですね。-5括弧の2乗はプラスの 25、 +2×-5×2 と、これマイナスの 20ですね。25+-20というのは 25-20 のことですから、答えは5と、ね、この式の値は5ということです。次の計算をしましょう。1 3a-5+-4a+3 と、ね、こういう問題ですね。ここでは足し算の場合、括弧を外すとき括弧の中の部分をそのまま書けば括弧は外れました。ですから 3a-5-4a+3、 こうなります。並び替えをすると 3a-4a-5+3 になります。 3a-4a はマイナス a ですね。 3-4 はマイナス1になるんですけれど、この文字式の前につくマイナス1の1の部分は書かないので、マイナス a になります。そしてマイナス5+3はマイナスの2ですから、マイナス a-2 というのが1の答えです。2、4x+3×2x+5、一次式の引き算ですね。この場合は括弧を外すとき、この引き算の引くの部分の符号を足す、ね、プラスに変えると、後ろの括弧の部分の符号が変わります。 2x はマイナスの 2x+5は-5、 こうなりますね。この状態で括弧を外すと 4x+3-2x-5、 並び替えをすると 4x-2x+3-5 です。 4x-2x は 2x ですね。 3-5 はマイナス2ですから、 2x-2 が2の答えです。括弧4番、分配法則を使って計算しましょう。1、2×x-1+3×-2x+1 と、こういう問題です。分配法則の場合、
この場合は括弧の前に数字がついています。この数字と括弧の中の部分をそれぞれ順番に掛け算をしていって括弧を外しました。ですから 2×x は 2x ですね。 2×-1 で -2 と、次はプラス 3×-2x は -6x と、 3×+1 でプラスの3とこうなります。並び替えをすると 2x-6x-2+3 と、ちょっと下に書けないので後ろに行くと 2x-6x はマイナスの 4x、 -2+3 はプラスの1ですから、-4x+1 というのが括弧4の答えです。括弧5番です。連続する3つの偶数があります。真ん中の偶数を 2n とするとき、一番小さな偶数と一番大きな偶数を n を使って表しましょうと、こういう問題ですね。文字を使ってこの数字を表すんですけれど、なんかピンとなかなか来ないですよね。そういう時には実際に偶数、連続する偶数を並べてみてください。例えば4、6、8、これを書いてみましょう。4、6、8、こう書いてみます。で、真ん中が分かっていますね。真ん中は2です。じゃあここ真ん中は6ですよね。じゃあこの4を6を使って表すと、4というのは6より2小さいんですから、6-2、こう表すことができます。同じように8は6より2大きいので 6+2 と、ね、こんなふうに表せます、ね、これと同じように考えてみましょう、ね、これと同じように考えてみますね。ですから真ん中を 2n こう置くと、小さい方はこの真ん中より2小さいので 2n-2 と、こんな風になります。そして一番大きい偶数は 2n より2大きいと考えられるので 2n+2 と、こんな風に表せることになりますね。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。